背景静脈は、頭形部の静脈の一つ。頭蓋外側及び、顔面深部からの血液の大部分を受け取る静脈で、化学後静脈の後部と後次回静脈の接合部より、始まる。耳下線内部で、下顎角の高さで始まり、下顎角から、鎖骨中央の高さにある、強砂乳突筋公園まで垂直に形部を降りていく。強砂乳突筋と斜めに交差し、 肩甲鎖,鎖骨三角では、心在筋膜を通り、前斜角筋の前方もしくは側方で、鎖骨下静脈に交流する。後首三角の上部を貫通する。強鎖乳突筋と首筋膜浅場で分かれ、広首筋、浅筋膜及び外皮で覆われる。首横神経と交差し、上半分では大事快神経と平行に走行する。他の首の静脈と反比例するように、 大きさは変化し、2倍になることもある。二組の弁を持つ。一つは、鎖骨下静脈につながる部分にあり、もう一つは、通常鎖骨の4センチメートル上である。二組の弁の間はしばしば拡張しており、ホラと呼ばれる。この弁は、血液の逆流やカテーテルの通行を阻害しない。この静脈は時々高等用静脈が合流するほか、後外形静脈が合流し、また、 末端近くでは首横静脈、健康上静脈、前首静脈が合流する。自家線内部で内径静脈とつながる多くの枝が合流する。この項目の一部は現在パブリックドメインとなっているグレーの解剖学からのものです。ありがとうございます。